マイティス、マイティス。さあドラクエをクリアしたんで今日からこっちモードに入れそうですね。頑張ります。モフさんとオジアンのゲーム実況始まるよ。今回は19実況第8章混迷の大地オートから各地巡り英雄伝説空の奇跡 SC EVOLDION TSVITA になります。モフおじです。モフさんは案の定女性人気ですが、おじやんのゲーム実況はおじさんばかりです。このさよ笑い。では始めます。コバのモフさんとおじやんね、本日もよろしくお願いします。英雄伝説空の奇跡 SC エボリューション PS ビータやっていきます。ちょっと時間なかったのでナレーションは作ってないですね。前回はですね、ルーアンのところから始めた感じですね。各地巡りを始めた感じ で学園のイベントは終わった感じですね。でツアイスに行って、まあ学園あれですね、ギルバートの件ですね。ギルバートに占領されたってやつ。まあ解決して、で、その後に、ツアイス地方行って、ツアイス地方は、エルモンセンのイベントがありましたね。エルモンセンのイベントがあった。まあまあ、それとは別にあれですね。ギルドにあれを届けてますね。あれですね。ゼロリキバってやつでしたっけ。装置を、渡しています。エルモンセンでは、あれですね、温泉を復旧させるっていう流れでしたね。結局まあいろいろ回って、まあ、ルーアに戻るとかいうのもありましたけど、まあなんとか終わって、で、ツアイス地方終わり。で、オートまで行って、終わった感じですね。じゃあちょっと、今日はオートを回って、魔獣退治をやって、ハイ魔獣をやって、次のとこ行くっていう感じですね。次はローレンスかな。リベル通信があるっぽいんで、ちょっと買ってみます。まあ、一回この辺の会話全部変わってますから。まあ、いっかね、もっと。全部はすげえ時間かかるもんな。通信あるとしたらこっちですかね。いつもこの辺で、あれ、いねえじゃん、つって、いねえよ、天使が。これか、これかな。あ、売ってないですね。これじゃねえんだ。もう一回見てみるか、じゃあ。これだ、あった。オートでしか売ってないよと。じゃあ見てみましょう。そうか、11巻も取らないです。お詫びするって言ってますね、編集長が。動力停止ですね。生誕祭の直前にも謎の光を確認されており、研究所たちの注目を集めていた。ゴスペルのこと言ってるのか。で、これ。こう、あれで、あと何が。西バイクもちょっとやっていきますか。あとは、城のとこも。イベントがあるんです。
あ、クローゼがいいのかな。放射閣下がって言ってますね。ついに反省しました。ついにまともな行動を取るようにしました。まあ、あいつがまともな行動を取ったら面白くなくなっちゃいますけど。うん、エステル殿、それにヨシュア殿。久しぶりです、ヒルダさん。ええ、よく戻られましたね。ヒルダさん、クローゼはどこにいるのかな。クローディア様ならこの先の謁見室にいらっしゃいます。ただ今は女王陛下と大切な話し合いをなさっているので、入室はご遠慮願いますでしょうか。あっと、そうなんだ。ええ、いつ終わるのかもちょっとわからない状態でして、せっかく訪ねていただいたのに申し訳ありませんが。ううん、気にしないで。王都へ寄ったついでに顔を見に来ただけのことだから。邪魔をしちゃ悪いから、私たちは退散するわね。失礼します。クローディア様ならこの先の謁見室にいらっしゃいます。ただ今は女王陛下と大切な話し合いをなさっている最中です。申し訳ありませんが。で、こっちにイベントがあるっぽいかな。うん、来た来た。お、こうせこうせ。動力が止まってから夜は真っ暗で寒いし、料理はしづらいし、とにかく毎日が不安で仕方ありません。王室は今後どういう対応をなさるつもりですか。あー動力停止現象については王国軍が中心となって調査中だ。詳しいことはまだ何も分かっておらん。そんな無責任な。まあ落ち着くがいい。確かに分からないことは多い。だからこそ市民と協力してできる限りのことを行うというのがアリシア女王のご意向だ。例えば東街区の歴史資料館、少しでも市民がリラックスできるよう無料開放を行っておる。また陛下が支援を約束するから、飲食店はなるべく店を閉めず運営できるよう努力してほしい。そうすることで市民たちに落ち着きを取り戻してもらうのだ。それからいざという時の避難場所にはグランアリーナを。なんだか公爵さんがすごくまともなこと言ってるんだけど。確かに。そっか、武術大会の時みたいに誰かに言わされてるのかな。まさか。いや、あれは挨拶と違って用意された通りに喋れば済むというものじゃない。明らかに自分の意思に基づいた彼自身の言葉だと思うよ。公爵は何かをきっかけに変わり始めてるんじゃないかな。ふーん。いやいや、これはエステル様にヨシュア様。フィリップさん、どうもご無沙汰しています。生誕祭の時以来ですけど、お元気そうで何よりです。おかげさまをもちまして、ヨシア様がお留守の間、エステル様には閣下ともども大変お世話になりました。エステルに。いやだな、私何も大したことしてないじゃない。閣下はこの度ようやくやる気になったようでございます。ようやく長続きすればよいのですが。もう長続きはしないでしょ。お主たちは。陛下やクローディアなら会うのはしばらく無理だと思うぞ。詳しいことが知りたければヒルダ助官長にでも聞くがよかろう。悪いが私も朝から陳情団の対応に追われておってな。陛下やクローディアなら詳しいことが知り悪いが。髪型噂通り。こういう会話聞くの面白いっすね。
西街区行きましょう。だから当時やった時は気づいてないと思いますね、あんなイベント。城入ってあそこに行ってみたいな。いやー、さすが全部話、会話聞いてないと思うんだよな。めちゃくちゃ大変ですもん、全部巡ってなると。モフオジです。毎年大晦日はテレビを何かしら見てのんびり過ごしたいと思います。ご了承ください。笑ってはいけない復活してくれんかな。あれ、こんなところにお店あったっけ。いらっしゃいませ。店員さん、ここって何のお店なの。まさかあなたとこんなところで会えるとはね。知ってんの。あれ、ヨシアの知り合い。エステル、君もよく知っているはずの人間だよ。え、もしかして結社のやつとか。いや、ちょっと違うかな。詳しく事情を聞きたいですね。元ルーアン市長のダルモアさん。とこんなとこに仕方ない。来た来た来た、ダルモア市長。どうしてあんたがここに。あなたは確かレイストン要塞に収監されているはずですよね。逃げたって。確かにそうだが、誤解するなよ。ここにいるのは正式な手続きを経た上でのことだ。正式な手続き？怪しいことこの上ないわね。失礼な。ルーアンでの一件を考えたら信じる方が無理ってものでしょ。罪のない孤児院の子たちをあんな目に遭わせておいて。エステル、まずは彼の話をきちんと聞いてみよう。信用できるかどうかはその後で判断すればいい。あの事件は私とて被害者と言えるのだ。何しろ記憶が曖昧なまま何者かに操られていたのだからな。その上私は残された財産から莫大な保釈金を支払っているのだ。資産だな。いや、かなり資産ですね。それを。保釈金ってどういうこと。罪が確定していない間は一定のお金さえ払えば釈放されることがあるんだ。保釈金払ってる。そんな悪いことしてもお金さえあれば許されちゃうの。許されるわけじゃないよ。リベールでは真犯人と確定するまで犯罪者として扱わないのが原則なんだ。罪が決まるまで担保として相応のミラを払えば身柄の自由が保障される。もちろんその間に逃げたり隠れたりすることは許されない。そういうことだ。なんだか微妙に納得がいかないんですけど。まあダルモア氏がここにいるのはおかしくないってことだよ。情状酌量の余地があるのもわからない話じゃないしね。でもここで一体何をやってるの。見ての通りだ。ダルモア家再興のため私は再出発することにした。まずはここで商売を始めて最高の資金を蓄えるのだ。商売ね。そうそう、結局ここは何の店なの。セピスだ。セピス。そうだ、セピスを扱う店はリベールのどこにもあるまい。着眼点としては悪くないだろう。確かに。でも商売で扱えるほどセピスを仕入れるのはかなり大変じゃないですか。それは私には独自に確立した秘密の仕入れルートがあるからな。なんかやっぱり怪しいんですけど。地獄の沙汰も金次第。ようこそダルモア商会へ。セピスが欲しければいくらでもご相談に乗りますよ。ただし払うものは払っていただきますけどね。やっぱり金でセピスを買うっていうのは、ね、逆っすね、今までと。うわー、面白いっすね。空だけ高えんだ。どんな感じかな。まあ、すごい欲しいってわけでもねえしなぁ、これ。でも、あれっすね、次の9章まで行ったら多分、買えない。
なんじゃないかな。8章だけっすよね、火炎の。まあ、おそらくね。まあ、ここで最終調整をしろってことなんでしょうけど。いやあ、右ですと。風が少ないぐらいですね、今のところは。いやあ、もう3000高いっすね。3000は高えよ。やった、無理や、はい。せっかく来たんで。こんなもんですかね。あれか、ジンさん連れたら、エーザに会えそうですよね。エーザ女子の。大使か、大使。一応それだけ確認したいですね。帝国は無理ですね。オリビエがいないんで。いや、オリビエ完全に外れると思う。皆さん、わかりました。それでは早速、連絡を入れておきます。腕が鳴るぜ。望むところだ。敵にこうして、で、大臣とか行ってみましょうか。おそらく会話もここ専用になってると思うんです。やっぱジンがいないと通れないですよね。大使、お久しぶりです。エステルさん、ちょうどいいわ。単刀直入に聞くけど、この現象に関する情報はないかしら。王国軍がまともに動いているところを見ると、事態を予測していたのではなくて。う、鋭い。どうやら私も随分焦っているみたいね。何やらリベール側に事情があることは察しているわ。あなたが何か知っていても、私たちに全てを伝えるわけにはいかないでしょうね。ごめんなさい。気にしないでちょうだい。立場が逆だったらと考えると、文句が言える筋合いではないし。エルザ大使。一つだけ聞かせてちょうだい。私たちは、このまま待っていていいのかしら。え？この事態を、遊撃士協会に、僕たちに任せていいかってことじゃないかな。今、遊撃士協会と王国軍が全力を挙げて捜査しています。きっと、この現象を解決して、すべてを元に戻してみせます。お願いするわね。こうなると、私たちが闇雲に動くのは、得策でないわね。不安はあるけど、開き直ってどっしり構えることにするわ。グラアリーナは、なかった時に解放するって言ってたよね。もう今は開いてないですよ、さすがに。で、歴史館に関しては無料解放していると。でも、いつも無料で入れてますけど、ほんと。いや、いつも無料で入れてますよ。まあ、あんま変わんないっすね。はいはい。言いましょう。がなかったらもうエーザー大使に話す必要ないと思うんですけど、まあこのエボリューションもブイスがあるんで、まあ愛を聞けるっていうことですか。腕が鳴るぜ。私に任せなさい。そこそこセリフ量多いっすもんね。あれ何、あんなちょっとしたやつでも声優さん頑張ってますから。ではちょっと待ってね。マジはどこにいるんだ。
あ、地下水路にいるわ。地下水路じゃねえ。東街区から入った。じゃあちょっと地下水路。LBC、あ、LBC 行って戻ってくるか。どうせ降伏するんで。それでいいっすね。DP は回復してるんで、そのまま行けるか。LBC なんで、こっちか。モフ推しです。ネタバレ。助言は禁止となっています。応援をメインでよろしくです。あ、宝を逃してる。うわぁ、しれっとありましたね。そこ邪魔くせ。任せて。いや、もう魔獣が出てくる可能性。ああ、すいません、死に溜まってたわ。俺の番だな。ちそくだ任せて。魔獣が出てくる可能性はあります。私の番かしら。そこ。でもこんなあれっすね。そのレベルだったら弱いから。あら、もうこのレベルの敵だったらね。あ、本当だっけ。この池とか行き止まりだった気がするんですけど。釣りできるところっすね。ここ敵いないんですか。来たっけ。ここなら何かする。来た記憶がないんですけどね。さーて、どの竿を使おう。餌はどれがいいかな。いっけー。いや、多分来てるんですよね。釣りしてるってことね。ワンの時は確かに来れなかった気がする。まずまずかな。エッシンとか本当に釣りだけの場所ですね。いやー、どこにいるんだろう。わかんないっすね。あ、いたわ、こんなとこいたわ。これは鬱陶しいっすね、中に入れるの。普通に貫通はできない。私の番ね。さあ、どうやってみましょうか。チリンの方がいいっすか。どうですか。一気に畳みかけるわよ。了解。どうや。次でいけるっしょ。行くよ。いやー、届かねえ。微妙に、あ、来た来た。みんな
行くよ。どうよ。オッケー。オッケー。イエー。泣きなさい。でかいな、強かったね。僕の番だね。じゃあこれどうする。怒ったね。もう迷わない。次に使えそうだ。僕は未来のために来てる。こんなもんか。ドラゴンダイブ来た。ドラゴンダイブ。オッケー。じゃあ一回ごとに行きましょう。いや、来てもそこ入ってもしょうがないですよね。一応見とくか。ああ、入れるんだ。スタッフがいるんですね。この羊さんとか。ああ、兵士ばっかっお掃除を始めた。テンパっていうよりはいいですよ。掃除をして落ち着くかも。落ち着くっていうか何も考えないと思うんですか。じゃあ行きましょう。オートに戻ります。噴水も止まってんな。変ですね。電気のない世界ですか。電気の代わりが動力ですか。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様です。何か。B プラスぐらいまでしか行かないでしょうね。多分ね。A まで行かないと思います。途中のあれですね、選択肢とか多分間違いまくってるからですね。あとは前あったあの魔獣、退治みたいなのなんだろう、図鑑の魔獣退治みたいなの
違うな、魔獣素材集めかな。あれを全部やってないです。わかん、どこにあるかわかんねんの。これ多分来てますよね。来てるから釣りはしてるはずなんですよ。で、魔獣がどこにいるかってのチェック。逃げるんで、まあ気をつければ大丈夫かな。モフ王子です。依頼部シャツを着てるとやはり僕の番だね。や身体が軽いので無意識に撤退を開始。失礼させてもらうよ。 100% でした。バックアタックしなきゃ大丈夫か。敵は怯えてるから大丈夫。広いっすね。広い。どこにいるかさ、全然見当がつかないですね。あ、いた。いたわ。ここだ。てん、てん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 、てん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 。任せて。いや、当たんないっすね。一気に畳みかけるわよ。了解。どうよ。これだけ取られよ。ます。いや、熱か。ポイントを増やして、近づいてほしい。オッケーオッケー、これだったら行くよ。みんな行くよ。どうよ。オッケー。乗って。よし、完璧。もう迷わない。いや、もう電気が強すぎる。僕は未来のために生きていく。いや、安いっすね。では、すぐ脱出しましょう。ここ前来てますかね。こっち。くそ。任せて。みんな行くよ。どうよ。オッケー。乗りなさい。もう迷わない。いいんだったっけ。ここ出口かな。OK。 では報告してロレントに向かいましょうか。ほぼ終わりですね。ここはまあ隠しクエストがないんで、すんなりですね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様です。何か依頼。ロレントあるっぽいんで、まあロレントはちょっと時間かかる。通信がリベールの治安維持は皆さんご足労をかけて。
早速いるじゃねえか。じゃあこいつやってみましょうか。通れないっすね。やらざるに。あたしの番ね。全員行きたいけど無理だな。でかいの3体だ。これがいいっすね。一気に畳みかけるわよ。了解。ばらけんなよ。やばい、石化ソースね。俺の番だな。あるんだよ、忘れてた。使えばいいか。それ。行くよ。みんな、行くよ。どうよ。オッケー。よっ。本当は奥の方に行きたい。こんなやつ、ね、絶対ビーディーズ。耐えなかった。任せて。まあ、とこれ倒せるや。最後絶対にできるかな。捕らえた。いやー、勝てえじゃんこいつ。いや、そんなより勝てえよ。さあ、行くわよ。いやー、もう届かないんですよね。きついなー。行くぞ。いっか、ユーチャーの必殺技いっか。
任せて。一気に攻めつつ。これで終わりだ。いやー残った。あーまあまあ残ったんですよ。さてと。いやーこれ当たるかな。わかんねえけど、ね、ダメか。行くぞ。させるか。顔を洗って出直してか。モフおじです。シリーズ物をメインでやっていますが、早く見たいというシリーズがありましたが、リクエストを受け付けています。 YouTube や DM あたりで何かしらコメントください。だよく言ってる。あ、次もやったね。来ることはないだろうか。見納めですね。いや特になんもねえの。特になんもねえの。まあこちらスティン回復しないっすよね。会話が長そうですね。故郷ですか。前ロレント来た時も一緒ですよ。長いんですよ。ステラおばさん、ステラおばさんですか。ステラおばさんじゃねえよ。
のステラおばさんさ。じゃあギルト。あら。はい、アイナ。来たわよ、アイナさん。お久しぶりです。シェラザード。それにエステル、ヨシュア。よかった。無事だったのね。あなたたちが塔に行ってる時に異変が起きたから心配したのよ。危ないところだったけど、なんとか大丈夫だったわ。そっちの方こそ大変だったんじゃない？そうね。さすがに騒ぎは起きたけど、大事には至らなかったわ。クラウス市長やデバイン教区長が混乱を収めてくれたのが大きいわね。そっか。それはともかく、ヨシは本当によく戻ってきたわね。はい、いろいろと心配をおかけして申し訳ありませんでした。いいのよ。受付にとって遊撃士というのはある意味子供と同じようなもの。まして最初のブレイサー手帳を渡した相手ならなおさらだわ。戻ってくれて本当によかった、アイナさん。よかったね、ヨシア。そうだ、アイナさん、実はいろいろと話しておかなくちゃいけないことがあるんだけど。ええ、あの浮遊島についてね、詳しい事情を知っているのなら教えてくれるかしら。はい、それでは。浮遊都市が現れた系統ゼロ。そう、あれが輝くわ。想像していたものからはかなり違っていたけれど、いずれにせよ今の私たちがどうこうできる相手ではなさそうね。ええ、悔しいけどね。まずは体制を立て直すのが先よ。ええ、その意味でも通信機が使えるようになるのは助かるわ。早速その装置を設置してもらえるかしら。ええ、それじゃあ。ああ、間違えた。ああ。いやー、エステルは残しておきたいです。まあ、いった。ヨシアが外せない。動いた。これで通信機は使用可能になりました。ただし、先方の通信機が直っていることが前提ですが。助かるわ。本当に。人しか残ってんのきついっすね。ありがとう、みんな。この借りはきっと返すわね。それじゃあ今度酒場でおごってくれるってことで。わかったわ。二人とも相変わらずですね。さてと、これで全ての地方支部の通信機が直ったわね。それじゃ各地の状況と合わせて任務の報告をさせてもらうわ。これで依頼達成ね。これで依頼達成なんだ。みんな本当にご苦労だったわね。これでどうにか迅速な対応ができるわ。他に手伝うことはないかしら。そうね、掲示板に出ている仕事は一応チェックしてくれるかしら。それとロレント近郊で問題が生じていないかどうか確かめてくれると助かるわ。特にリッチが言っている丸賀鉱山は気になるわね。まさにこれでしょ。え、鉱山で何かあったの？いいえ、事件ではなく警備の仕事よ。以前の落盤事故で坑道の一部が魔獣の巣とつながったのを覚えてる？数日前に本格的な封鎖工事を始めた矢先だったのよ。そんな時にこの異変が起きたわけが確かに気になりますね。ええ、時間があるならぜひ様子を見てきてちょうだい。うん、了解よ。ティオの家とか鉱山とか人がいそうな場所を回ってみるわ。そうだね、なるべく気をつけておこう。よろしく頼むわね。
とりあえず掲示板中でも万が一の事態も考えられるから様子を見てきてくれると。ミルヒカイドに行ったよ。仲間を呼び寄せるの？分かったわ。雑談ですが、リライブジェットの効果があったのは薬局からの飲食料、ペットボトル2リットル2本とか。この調子で次の依頼もやった。ランクアップよ。ランクアップよ。ストレガー B1、 これはエステリオスか。お疲れ様、無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。まさかギルドからストレガー製の靴をもらうっていう。いやー、いろいろ下がるけど、まあまあいい。最終的にはまあこれでいいんでしょうね。はい。で、これを外して、何セットするか。この辺にしときますか。カニいいのがあればいいんですけど。強いっすねこの辺も。まあいっか。あ、おっと、あら、治ったばかりでもう連絡が来るなんて。なるほど、人とこちら遊撃士協会ロレント支部ですが、あは、そちらも治ったんですね。こちらも先ほど治してもらったばかりです。彼女たちですか？ちょうど目の前に。まあ、いるのはそうですか、ね、私たち？どうやら話がありそうだね。はい。はい。わかりました。本人たちに伝えておきますね。こちらの状況については、後ほど折り返して連絡します。そうですね。お互い、頑張りましょう。アイナ、どこからの連絡だったの？オート支部のエルナンさんから。何でもアリシア女王陛下があなたたちに話があるみたいでね。グランセルに寄ったら王女を訪ねてほしいとの伝言よ。女王様が？そりゃ驚きだな。一体何の話なんだ？詳しくは聞いてないけど、どうやら通信では伝えにくい話があるみたいね。通信では伝えにくいこと。そっか、動力通信だと傍受される危険があるから。どうやら機密性の高い話があるみたいだね。ただ今すぐ来てほしいというわけではないらしいの。オートに来ることがあったらでいいそうよ。そっか、わかったわ。檻を見て尋ねてみるわね。オートに行ったらシナリオが進むっていう感じか。とりあえず特に工事の予定され、うん、あ、何かいる。よし、では会話ありそうなのをざっと会話する感じかな。2回言ってる。ああ、そっか、これ必要なのか。そうですね。隣に欲しいのはないですけど。
最終章まで行っても買い出しとかはできると思うんですよね。さすがにね。じゃないと積みますもんね。そんな気にする必要ねえと思うんだよ。とはまあこの辺ですかね。新作料理、これじゃなくて、あ、ちょっとなんかあんな、こんなとこにしれっと、いや、ゼロだった。3つ目、あ、これはありますね、はい。何よその安堵のためと、ため息は。いえ別に。どんだけ恐れられてるんだよ、酒場の白さん。2階もあるのか。これはみんなエステル・ヨシちゃんのことをよく知ってる人たちです。子猫迷子になってないですね。ドゥンドゥン。11巻はまたあれっすよね。隠し器終わったとさ。やんちゃ。まさかあの二人っすよね。このでイチャイチャしてたやつっすよね、多分。結婚式。いや、しっかり開催されるんだね。
まあ準備中っぽいですね。モフおじです。左利きなのですが、箸とかは右で使っているので、最近左をあまり使う機会がありません。荷物運びとモフさんのボール遊びするときに左を使うぐらいですかね。あとはホテルと市長さんと、通常か。飛行場。溜まってる人もいる。おお、エステル君、今日はヨシュア君も一緒か。以前の霧の事件ではすっかり世話になってしまったな。そんな、市長さん、大したことはしてないわよ。霧の事件、そうか、結社の実験のことだね。しかし今度は前回よりさらに深刻な事態のようじゃ。やはり王国全土がこのような状況なのかの。ええ、リベール全体で動力費が止まっている状態です。おかげで各種の輸送手段も全滅してしまっているわ。このままの状態が続けば生活に深刻な影響が出るはず。なるほど、思った通り大変なようじゃ。なんとか早急に対策を考えんといかんの。でもこんな時だってのに、ロレントの町は至って静かよね。みんないつもと同じように暮らしてるみたいだけど。確かにボースとか他の町とはちょっと違う気がするね。うん、このロレントは動力機への依存が少ないからの。この町でオーブメントといえばせいぜい時計台ぐらいのもの。それにもともとロレントの民はのんびりとした気性じゃからの。案外この危機に際してもゆったり構えておるのかもしれん。なるほどね。さすが田舎。ともかく困った時はお互いに助け合わなければならん。わしの方でも他の地方への支援を検討してみるとしよう。助かります。ギルドの力が必要ならいつでも支部に連絡してね。うん、そうさせてもらおう。では農所君、再びの活躍を期待しておるぞ。ロレントは他の町と比べて動力機への依存が少なく、住民の気質ものんびりしておる。それがこの落ち着きにつながっておるかもしれんの。そんな前か。FC の一番最初じゃねえか。あ、おばさんいたならもういねえか。メイドもいるし。OK。当たるか。左下の家行ってないですね。そこぐらいかな。ちょっと足、あんま会話にならないと思う。
しってのあれさ、受付っす。しましょうか。次元をしたカット。入ってくって流れでしょうね。もういないっすね、そもそも。どこに行きゃいいんだ、じゃあ。だぞ。あの、どうかしたの？おお、誰かと思えば遊撃士の姉ちゃんたちか。いつぞや世話になったね。懐かしいわね。七曜石の運搬に来て落盤が起きた時のことだね。確かに懐かしい話だけど、思い出話をしている場合じゃないよ。おっと、そうね。ああ実はエレベーターが動かなくなっちまってよ。坑道にいる親方たちと交代もできねえ状態なんだ。坑道では工事をしてたそうね。ああ、例の落盤で開いた穴を塞ぐ作業をやってるところだったんだ。骨組みはもう入れちまったけど、地盤を固める処理がまだでよ。例の落盤で開いた穴って？うん、僕らが来た時に魔獣の巣と繋がったところだね。はいはいはい。おっ、そこの穴のことさ。あの後すぐ親方が葉っぱで埋めちまったんだが、魔獣の巣に繋がってる物騒な場所だからな。きちんと工事しようってそういう話になったわけさ。なるほど。それでリッチさんに警備を要請したんですか？でもそんな工事の最中に軽視現象が発生したわけよね。何も起きてないといいけど。やばそうな状況だな。ここは下に降りて状況を確認した方がいいぜ。おお、もちろんそうしてほしいとこだが、でもどうやって下に降りるつもりなんだ。肝心のエレベーターが動かねえんだぜ。そういえばそうだったわね。あれもオーブメントで駆動している機械だからね。他に下に行く手段はないの？何言ってやがる。あれば俺がとっくに使ってるぜ。まあそれはそうね。でもだからって諦めるわけにいかないわ。こうしてる間も
こういうさんは地下で待ってるんだから。そうだね。モフおじです。ここはどうにかしないと。雑談ナレーションは特におもろくはないですが、普段は実況に専念してしまうところがあるので、配信者のことを多少は知ってもらうために用意してます。えい！やっぱり動かない。エレベーターの制御キーは挿してあるわね。動かないのは動力停止現象の影響だわ。ヨシュア、どうかしたの？うん、ちょっと気づいたことがあってね。気づいたこと？このエレベーターは駆動部を内蔵したタイプですよね。え？あ、ああ、確かにその通りだぜ。あれ、そうですか。ゼロ力は使う。ゼロ力は使えば制御キーの差し込み口はこことすれば、駆動用のオーグメントはその直下か。何かいい手でも思いついたか？まだわかりませんが、試す価値はあると思います。エステル、ゼロ力場発生器を貸してくれる？発生器？うん、いいけど。ゼロ力場発生器を渡した。で、その発生器をどうするつもりなの？誰も使えなくなるじゃん、これ。すぐにわかるさ。下に降りて回収すればいいの？エレベーターの操作盤に落ちちゃってた。うわっ！あ、この光って、ゴスペルと同じ光。うん、大丈夫。動力波が干渉しているだけです。僕の考えが正しければ、これで一時的に動力が戻るはず。消えちまったぞ。動いた？よし、動力が戻った。早く乗って。行くなら今しかない。やるじゃない。俺もついていくぜ。おじさん、ダッシュで。効果開始します。いや、怖いなこれ。怖いっす。ゴンゴンつ、ちょっと落ちる感じ。下噛むとこだったわね。なんでこんなガタつくのよ。オーブメントの出力が足りてないようだ。こんな時だからな、乗り心地に文句は言えねえぞ。次にどうやって戻るんだよっていう。おっと、明かりが用意してあるじゃねえか。ああ、行動の方も静かなもんだ。もしかすると俺たちの考えすぎだったかも。おんにゃ、どうかしましたか？ああ、誰かこっちに来るんだよ。おお、なんだよ、ありゃティントのやつじゃねえか。おーい、ティント、そんなとこでどうして？おおおいおい、何を焦ってやがる。後ろ。あ？後ろ。だから後ろなんてば。もっと出てきましたね。うおまあやるけど、いきなりお出ましかよ。ああ、合格魔獣か。こいつら硬くて嫌いなのよね。まさかまた魔獣の巣がだと思うけど、考えてる暇はどうやらなさそうだね。硬いんだ。いや、硬いのは勘弁です、ね、行くよ。いや、そっか、しかも宿屋止まってねえよ。そう来たか。行くぞ。通常 BGM ですね。そんな発想じゃねえのかな。倒せますね。任せて。はーい。さあ、行くわよ。そこ。ああ、なるほどね。むしろ相性が悪いんだ。俺の番だな。シラさんだけ相性が悪そうっす。行くよ。まだ、負けられない。なんとか撃退できたわね。意外と骨が折れたわね。ええ、
油断は禁物ですね。おい遊撃士さん、もう出て行っても大丈夫？うん、大丈夫よ。ありがとう、助かったよ。君たちのおかげでまた美味しくご飯が食べられるさ。こらバカ、何ゆうちゃんのこと言ってやがる。親方たちはどうした？まずそいつを教えやがれ。うん、とにかく今は状況を把握するのが先決ね。やはり事故が起きたんですか？うん、そうなんだ。昨日の工事中に魔獣除けの動力灯が消えちゃってね。仕方ないから工事を中断してここで待機してたんだよ。そしたら今朝現場から魔獣の大群が溢れ出して僕も危うく食べられちゃうところだったよ。ちょっと待った、ギルドから警備に来た遊撃士がいたはずでしょ。ああ、そのお兄さんが僕らのために時間を稼いでくれてたんだけど、最後にはあの人も魔獣の群れに飲み込まれて。まさかリッチが。まずいな、すぐ行動すべきですね。とにかくここは行員さんの救助が最優先ね。リッチを助けに行くのはそれが済んでからの話よ。行員さんもいると、うん、了解よ。心配だけどそれが私たちの使命だもんね。僕はお腹が減って飛び出してきちゃったけど、きっと親方たちはまだどっかに隠れてるはずだよ。また全部で何人いたんだ？あと4人いるはずだ。遊撃士の兄ちゃんを入れれば5人さ。了解したわ、すぐに捜索を始めましょう。うん、急ごう。早く戻ってきてくれよ。そうしてるよね。まあどうせ全部回ることになるので、まあ、うし、僕の番だね。はっ、俺に任せな。せいパワーと相性良さそう。顔洗って出な。斬撃がやっぱ効くんだ。ここが魔獣の巣。ここに乗り込む前にまずは行員さんを助けよう。まだ全員の無事を確かめてないよ。下の方行けるとこは、うん、了解よ。くっそ、いやー任せて。俺に任せな。そこだ、これが私の実力よ。僕はもう迷わない。まあシラさん76なのしんどいっすね。いや一人だけ低すぎだって。次できないやつかな。次さすがにできない。おう、女神エイドスよ、我らにどうか救いの手を。しー、静かにしろい。何ブツブツ言ってやがる。魔獣が寄ってくるだろうな。ふん、前の落盤の時だってこのお祈りで助かったんだぞ。君もちょっとは信仰心を持ったらどうだい。言ってたもん、確かに。俺に任せな。せい、この調子。あんたたちは遊撃士協会の者です。
皆さんの救助に来ました。二人とも怪我はないです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。女神よ。おいおい、女神に感謝するのはまだ早いぜ。今はこっから出るのが先だ。確かに少し早かったみたいですね。女神よ、ご自身を来るわよ、気をつけて。体行くよ。よし、まあ3体ならすぐ終わるか。あたしの番ね。はあ、俺に任せな。使えねえんだよ。エステルしか使えねえのか。さあ、行くわよ、そこ。俺の番だな。行くよ。よし、撃退したわよ。もう女神よ。冷や汗もんだったな。すぐエレベーター前に避難してください。魔獣がいる可能性もあるので迅速にお願いします。もう了解したぜ。君たちにも女神のご加護のあらんことを。くそティントのやつ、一人で逃げるなんてずるいぜ。の残された俺が寂しすぎるじゃないかよ。しかも生きてるし。やばい。囲まれとるやん。やばい、絶対絶命じゃねえか。いやー、誰か。あんたたちは。その質問は後でね。すぐに助けますから。今度4体じゃ増えとるやん。俺の番だな。どうしてもしょうがない。もったいねえかな。もったいないっすね。だ、僕の番だね。いやー残った。うっせー。さあ、行くわよ。お仕置きしてあげるわ。これは通るんだ。いやー仲間呼びやがった。うぜえ。任せて。一気に畳みかけるわよ。おや、了解。これでとどめよ。任せて。とりあえずこいつ倒して行くぞ。せい、僕の番だね。もう迷わない。ああ、死
かと思った。なんとかやっつけたわ。ギリギリのタイミングだったね。まったく、ハラハラさせてくれるわね。あれ、もしかして君たち落盤事故で助けてくれたあの遊撃士さんたちかい？うん、ご名答。もっとも、当時の僕らはまだ準遊撃士でしたけど。へえ、それじゃあ無事正遊撃士になれたわけか。そう言われてみるとなんか風格が出てきた気もするね。本当に？なんて和やかに談笑してる場合じゃないわね。やった、その通りだね。で、これから僕はどうすればいい？すぐエレベーター前に避難してください。魔獣に見つからないよう迅速にお願いしますよ。うん、わかった。それじゃあ君たちも気をつけてな。よし、あとは下です。あれは、いや、非本体か。ちくしょう、魔獣をこっちに引きつけたまではよかったが。あ、親方じゃん。親方ここじゃなかった。こりゃどうやらやりすぎちまったようだな。アーニャ、フリッサ、すまねえ。どうやら俺はここまでらしい。親方さん！お前さんたち！諦めないで！絶対助けるから！ちまちまやってる暇はねえ！ここは一気に突っ込むぞ！はい！親方、災難死でしょ。怪盗に SM をされたわけです。しかもいきなり狙われてる。いや、これひどいっすね。もうラッシュじゃねえか。行くよ。さあ、どうしたもんでしょう。ハーガットにしましょうか。狭いんだ、これが狭いんだ。いや、これでやっと二人。みんな行くよ。どうよ、これで止めるよ。さてと、そうどうにかしなきゃいけなくて、近づきたいんですけど。移動広いっすね、捨てる。行くよ。ムーブ上げたからですね。もったいなく使うかな。俺に任せろ。さあ、行くわよ。そこ、私の番ね。これが私の実力よ。なんとか片付いたみたいだね。また電話にでかいボスがいるのかな。親方、怪我はない？おお、この程度はかすり傷だ。いや、それにしてもよく駆けつけてくれたな。たまには事故以外で会ってみたいもんだぜ。確かに、なぜかいつも鉱山に来ると緊急事態になっちゃうわね。まったくです。でも積もる話はまたの機会にしましょう。今は一刻も早く避難してもらわないと。おっと、そうだったな。ティントさんたちはエレベーター前にいるわ。とりあえずそこまで避難してちょうだい。おう、そうさせてもらうぜ。そういや、お前さんたち、支部から警備に来てくれた遊撃士の兄ちゃんだが、あいつはもう避難したのか？あ、リッチさんのことね。いえ、残念ながら僕らもまだ
姿を見ていないんです。やっぱりそうか。もし見つからなかったら工事現場に行ってみてくれ。あの兄ちゃんは最後まであそこで時間を稼いでた。うん、分かった。参考にさせてもらうぜ。さてと、これで全員よね。うん、行員さんたちは全て救助できたはずだよ。となるとあとはリッチを助けるだけね。残念ながら今のところ姿が見えないけど。確か親方さんは現場に行けって言ってたわね。リッチさんはそこに一人で残ったって。考えてる場合じゃねえな。手遅れになる前にその現場とやらに行くぞ。落盤の現場はこの北のはずです。よし、行きましょう。うん、オッケー。この先が魔獣の巣。これはひでえな。魔獣の匂いしかしねえぞ。踏み込んだらもう後には引けない。エステル、装備の確認は大丈夫？装備、はい、うん、準備 OK よ。よし、それじゃあ行こう。ボスがいるってことですね。いや、多いな、多いっすね。数が多いだけだったら大したことないですね。リッチさん、リッチ、あれ、エステルに、シェラ先輩、なんでこんな場所に。リッチ、もう十分よ。あんたはよく戦ったわ。あとは僕たちに任せてください。そうか、助かるよ。でも気をつけて。敵は目の前だけじゃ。おっと、目の前だけじゃ。おい、下がれ。おっと、ボスいるじゃねえかよ。マジか、もうでかいや、でかいな。何よあれ。俺が知るか。こいつがこの巣の主。正体はともかく歓迎されてないのは確かだね。エステル、来るわよ。うん、オッケー。俺に任せろ。さてどうしましょうね。こうかな。全開で行くぜ。了解。オッケー。硬いね。硬いな。なるほど。行くぞ。さあ、こっから必殺使ってっても良さそうですけどね。全開で行くぞ。任せて。これで決める。任せて。倒しきれねえか。一気に攻めつく。これで終わりだ。俺に任せろ。行くぞ。これで決まりだ。全体攻撃がいいっすよね。かっこいい。3400。ああ、強いっすね。強いな。
第6回か。いや、1000回だ、しかも。行くよ！こういう時にこれとこれ使ってると、みんな行くよ、オッケー、どうよ、行くか、さあ、行くわよ、あなたの運命、占ってあげるわ、はっ、行くよ、回復しようとしてる、いや余計なことやろうとしてますね、はっ、いや助かってんじゃん、もう解体作業、あーすーげえ5000なんか、私の番ね、いやあんなの隠し持ってんのかよ、ちくしょう、ティアラル、はあ、俺の番だな、せい、任せて、はっ、貯めるしかないですね、私の番かしら、はっ、いやーちょっと仲間呼ぶんかい、いや鬱陶しいな、さてと、いくぞ、せい、いくぞ、回復使ってます、ね、それ、いくよ、俺に任せな、全開でいくぜ、行ったんじゃない、了解、見失った、あたしの番ね、俺の番だな、せい、行くよ、はっ、OK、よし、まだ負けられないんだ、よし、やったー、起きた、奥義対極林来ましたね、いやこれぐらいのレベルどんどん覚えてる感じなんですね、いや、火をつけた、うん、どうにかね、もう魔獣の気配もない、蹴りがついたみたいね、聞いただけはもらったやつが最強だと思います、そうだ、ミチさんは、ルーアンで大丈夫、疲れて気を失ってるだけよ、早く町へ連れて帰ろうぜ、今はとにかくベッドで寝かしてやりてえよ、うん、そうだね、では行員さんと合流して地上に戻りましょう、ええ、行きましょう、動力停止原稿に旗を越しつつ、丸太構造の危機はこうして無事に終結を迎えた、婚姻たちと無事に喜べ、彼らを地上へと脱出させたと、リッチを町へ送り届けるため、事件の報告に向かう鉱山長とともに一郎、ロレントを目指すことになった、なるほど、そんなことが、一歩間違えばひどい結末を迎えていたかもしれないわね、ああ、俺たちが助かったのはここにいる姉ちゃんたちのおかげさ、前に助けてもらった時は危なっかしく感じたもんだが、今日は落ち着き払ってて別人を見てるみたいだったぜ、え、そうかな、別にそんなに変わってないと思うけど、謙遜することはねえぞ、こいつは俺が感じた本当の話なんだからな、謙遜というかエステルの場合本当に気づいてなさそうだけど、ありえるわね、違いねえぜ、
こいつは単純だからな。褒められてるはずなのに、なんだか嬉しくないわね。モフさんとおじやんです。自分自身の変化には気づきがたいものよ。アーカイブや動画は YouTube、時間をかけて変化していくものだから。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。エステルによしは、それにアガットとシェラザードも本当によくやってくれたわね。私もギルドの一員としてあなたたちを誇りに思うわ。うん、どういたしまして。これからもよろしくお願いします。これぐらい当然だぜ。そう思うならアイナ、今度こそ一杯おごりなさいよ。あら、一杯だけでいいの？それがスタインローゼならね。またお酒の話してるし。どんな話題からでもここに繋がるよね。さてと、まだきちんと礼もしてないのに悪いが、そろそろ鉱山の方に戻らせてもらうとするぜ。事故があった後とはいえ、一応は操業を続けてるんでな。あれ、そうなんだ。ああ、上層の行動でも十分仕事はできるからな。警備に来てくれた兄ちゃんによろしく言っておいてくれよ。あいつ大丈夫だったのか？ひどくやられてたようだが。ええ、あちこち痛めてるけど、遊撃士にとってはかすり傷よ。もう意識を取り戻して今はホテルで休んでいるわ。そうか、それなら一安心だな。それじゃこれで失敬するぞ。まったく今日は助かったぜ。じゃあ持ってる。親方さんも気をつけてね。お仕事頑張ってください。おう、またな。さて、これで一件落着ね。リッチもあなたたちも今日はよく働いてくれたわ。これからもその調子で活躍を続けてちょうだい。はい。それと今回のことはすでに査定をしてあるわ。支払いを受けたいときは改めて報告を選んでね。うん、了解よ。行員たちはキスを達成した。これで依頼達成ね。お疲れ様。無事に何か依頼を。リッチもあなたたちも今日はよく働いてくれたわ。これからもその調子。やでやに泊まりたいけど、ちょっと行ってきます。よし。本ですね。本なんですけど、ここに来ていいのかな。来た来た、結婚式。あなんだかすごくいい時に来ちゃったみたいだね。それでは指輪の交換と誓いのキスを。
エアリー。アレム。創造の女神、エイドスの皆において、今ここに、二人が夫婦となったことを称する。なんだか、ジーンと来ちゃうわね。うん、わかるよ。アガット、何新郎新婦にガン飛ばしてんのよ。いや、お前らこそ、よく平気であんなこっぱずかしいもん見てられんな。そう？いい光景だと思うけど。ああ、純白のドレスはやっぱり憧れよね。さてと、式は終わりだけど、これからが本番よね。新郎新婦が退場したら、急いで外へ出るわよ。ん？ああ、そうか。女性には見過ごせないイベントがありましたね。いや、しっかり作り込んだ。見かけ気づかないよ。ではこれから花嫁がブーケを投げます。未婚の女性は前の方に来てください。未婚の女性は始まるわよ。エアリー、こっち投げてブーケ投げか。何が面白いのか知らねえが、えらいさっきだってさ。さっきだってある意味結婚式で一番盛り上がる場面ですからね。皆さん気合が入ってるわね。ほらエステル、グズグズしないで、風向きを読んでいい場所取るわよちょっと押さないで本気モードだわ真後ろに投げるのって結構難しいのよ。それじゃあ皆さん、外れても怒らないでね。いっせーの、それ。わ、すげえ。そっちじゃない。どこに投げてんのよ。誰もいねえよ。あ、また取り損なったわ。まるで違う方向に飛んでいっちゃったわね。誰かキャッチできたのかな。キャッチした、キャッチしてるし。メイドさん、なんですかこれ。空から降ってきたんですけど。まあ、あなたが拾ったの。それ、私が投げたウェディングブーケよ。え、おめでとう、お嬢さん。きっといいご縁があると思うよ。そんな、どうしよう。私、まだ心の準備が。なんだか収まるところに収まったって感じね。まったくね。さて、お式の方はこれで全て終わりです。お二人ともどうか末永くお幸せに。ありがとうシスター。局長も本日はありがとうございました。今王国は大変な状況ですが、いかなる苦難にも負けずに幸せな家庭を築いてください。それが出席された人々への何よりの恩返しですよ。あ、はい。収まるところに収まったね。もうイチャイチャシーンを見ることないです。これが最後です。いや、これで酒場。うん、やってますね。やってますね。披露宴ですかね。
私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。これだ、来た、11巻、オッケーこのタイミングでしかもらえない。まあ、さっきの新商品もやっぱこのタイミングでしかもらえないっぽいですね。ああ、これで OK かな。じゃあ11巻流して、魔獣退治行きましょうか。探さないとですね。こっちであるのは確かですね。これじゃないですますね。お前か、動力停止で落とされたのか。これかな、これっぽいっすね。まとめられるとありがたいんですけど、きついな、きついっすね。まあこれ、いやーどうしようかな。いやー これだと3体なんですね。こうするか、一気に畳みかけるわよ。了解。おーやー、これで半分はいけるね。なんだこれ、全体攻撃か。まあ、線なら大丈夫です。行くよ。あ、いいんじゃないですか。みんな行くよ。オッケー、あと1体。任せて。使っちゃっていいと思う。みんな行くよ。どうよ。オッケー。のきゃ。オッケー、もう迷わない。じゃあ農園寄って、まずボースもちょっと寄ってみます。
と多分本があるんで、それを持っていきましょう。その前にちょっとどうすな、農薬か。報告もしねえとだけど、まあ報告ボースでせえか。外かな？あ、いるね。ロレントだけはしっかりセリフを作り込んでますよね。いや、めちゃくちゃセリフ多いもんな。よく寄ってみましょう。星しかいない。関所も寄ってないですよね。こっち系で行ってないんで。いや、手がないんでしたっけ。やでやんねえな。モフおじです。
今はゲームと食事にしか金を使わなくなったのでだいぶ消費が減りましたね。タバコをやめたのとパチンコ行かなくなったのもでかいですね。すんすん、1000円にも金使ってるけど、そんなかかってないですもんね。よし。マッサージとかしたらまあ、あれですけど、ちょっと後で。大したわけではないです。ボースマーケットでいっぱいもらえます。はい。していこっか。まずこうこの調子で次の依頼も頑張るわよ。うん、お疲れ様。ぶ、何か、うん、ないと思う。おお、お前さんたちか。発生機の設置ご苦労だった。大戸から連絡があったそうじゃが、もうそちらには行ったのか。なるほど。うん、これからよ。詳しいことは分かりませんが、機密性の高い話のようです。うん、なるほどの。通信機を使わんのはそのせいか。ということはよほどの大事。十分に注意していくんじゃぞ。まあ、ロレント経由で行きますかね、本当に関しては。ミシルと行くとかなり遠回りになっちゃう。ルアンとサイスがね。なんか一個増えてるね。よしは上がってるんですけど、なんだこれ。いや、まさかの上がるんですけど。いや、2000だぜ。エステルとかは下がるのに、なんでよしは上がるんだよ。買ってっかじゃ。まさかの上がるんですけど。上がるとか意味がわかんねえ。アベンジャーより強えのかよ。前来た時売ってなかったっすよね。このタイミングでやっぱ新商品がガンガン出てきたってことですね。この辺は一緒か、さすがに。買い物する。あ、これ売ってんだ。いや、これ欲しいっすね。3つ買っとくわ。で、アセラスが今いくつあるんだ。13。あ、高いっすね。これいいや、これいいや。セールだった。いや、セールのタダスじゃないっす。ここかな。本売ってるとしたら、うん、来た来た。や、14か、くれたわ。あとは全部持ってます。いや、リベル通信、これは取れるんですね。すごいっすね。コレクション。じゃあ14回見ましょう。これが最後の巻ですかね。
最終回になってますね。問題は武器をどこでもらえるんでしょうね。もしかして石はもらえねえのかな。わかんないっす。これが新商品か。ストレガーマックス。おっと、地味に上がってるんですけど。いや、買った方がいいのかな。いいです。いや、下がって下がるんで非常にだるいんですけど、買ってみましょうか。いやー地味だけよ。いやーこのボス寄らないと、このタイミングでボスに寄らないと気づかないってかなり無理がありますよね。普通にロレンあれですね、ボート行っちゃいますもんね。マーケットも落ち着きを取り戻してくれたみたいね。物価を安定できたことがやはり大きかったようですわ。若手の商人たちもいろいろと工夫をしてくれているし。この様子なら安心して見ていられますわ。あとホテル泊まってリラさんに会話して行きましょうか。ラベンヌがいやあともしかしてもうあれですかね、話進んじゃっててもらえないかもしれないですけど、一応ちょっとラベンヌが行きます。本当は最初に行くべきなんですね。なんでこのタイミングでもらえるかちょっとわかんないです。ミラさんどこでしょう、上ですか。いいね。あれってことはちょっと待って、礼拝とか言ってあそこにいましたけど、メイベルお嬢様はマーケットをご視察中です。つまり例によってお祈りをサボられたわけですね。今はこのような状況ですから固いことは申しませんが、すべてが丸く収まった後にこのツケは払っていただく予定です。釣りでアイテムもらえるっぽいんですけど、ちょっとめんどくさいんで、ラベンヌだけ行きましょうか、とりあえず。あ、クローネ通りのなんかもらえ、これ見逃してますね。いや、見逃してんじゃん、普通に。まあ、とりあえずラベンヌのまず行きます。結局こっち系で音行くかな。任せて。モフお
工事です。撤退を開始する。失礼させてもらうよ。警備してくれるのでうちは安全ですね。いやまあまあ、峠寄ってるんだったらこっち系で行っちゃってもいいような気がするな。いや、かなり遠回りですけどね。どこに行けばいいんだ。入り口付近。ないんですけど。いやー、いないっすね。ってことは、もうやっぱ遅いんだ。手遅れっぽいっすね。であれば、もういいかな。行っちゃおうかな。確かに、ここは寄り忘れたっていう感じですかね。そうっすね、そうっすね、ほら。いないね、いいや。じゃあこれで、もうレント系でいっちゃいましょうか。いやー、トルーラー欲しいっすよね。めんどくさすぎんだよ。よし。取っちゃう。今何時だ。もう
大丈夫。メインシナリオを進めて、クリアすればギルド報酬をもらえるって感じですか。まあそれでどこまでいけるかに行くってのが多分最後だと思うんですね。ってことはもうほぼ絶望的ですね。あの永久に関しては、はい、しっかりやっててもダメですね。選択してミスとかね。の時は行けてたんですよね。FC の時はなんか選択肢みたいなのなかったからですよね。と、あれ、これってなんだ、飛行船のエンジン音じゃないか。ちょっと待って、この状況で飛べる飛行船ですって、うん、あれだってことは結社ですかね。あ、結社だ。本当狙ってるってことですかね。結社の飛行艇、どうしてこんなところに。まずい、あの方向はオートだ。冗談じゃねえ、ちょっとと追いかけるぞ。もう自由がないですから、こっから先は。よし。カジノがやりたくなったらぐるって回らないから。ああ、しかも、ケイト、お前、執行者じゃねえか。それでは始めるとしようか。出てきたよ。たく、牽制がいれば、ちった、楽しめたもの。銃が撃てない兵士なんざ、肩慣らしにもならねえぜ。いいじゃない。テクノ坊さんたちを倒しながら歩いていくのも、楽しいと思うわ。では、パテルマテルは呼ばないようにしておきます。みんなあっという間に逃げてしまうでしょうから。あらはつまらないわね。せっかくあの綺麗なお城を粉々にできると思ったのに。壊れゆく美か。それもまた悪くなさそうだ。いや、これはまずいっすね。いや、みんなやられちゃう。貴様らは見食らう蛇。おのれ、この状況で飛行艇を使うとは。お初にお目にかかる。我が名は怪盗紳士ブルブラン。痩せ狼バルターだ。せいぜいあがいてもらうぜ。幻惑の鈴ルシオラ、短い間ではあるけど、どうかお見知りおきを。殲滅天使ベンヤ、みんなどんな声で泣いてくれるのかしら。名乗りとは悠長なことを。総員構え、突撃。戦闘になるんだ。ゆっくりお眠りなさい。
使ってきた。花は知ってこそ花。セントリオ。くだっちらしなさい。スリスリしだすとどいてくれるんですけど。おう、カザクヤマのマシ。即死だよ。いや、つえ。ぜひさだ使うのかな。いや、一回倒してるからいいじゃん。じゃあ耐えてみろよ。ガキどもが、いきなりやがって。いいだろう、死ね。使ってきたっけ。使うなら倒したらこれ、こいつに関してはバルターに関してはすぐ倒したもんね。まあちょうど見れていいかもしれないですね。子供、いいのか、攻撃してしまっても。のんびり屋さんたちね、麺の力見せてあげる。長しかいないし。所詮この世は夢幻。くっ、せめて見せてあげよう、地獄のように甘美な悪夢を。君にふさわしい才能を送ろう。デスモス。これも初めて見た。さあ、美しく散るがいい。これは使ったことない。さらばだ。いや、うわ。次の中に閉じ込めて剣を刺して。ちょっと脆すぎるわ。贅沢は言わないの。まあ女王陛下の親衛隊ならば少しは楽しめるのではないかしら。うん、そう願いたいものだな。さて、ワンサが出てきてる。いや、もう絶望的っすね。いや、王と解決すんのかな。我らはこれよりグランセル城に向かう。諸君は予定通りグランセル市街を制圧せよ。カシウスあたりがいないと無理っすね。よっ。デステルたちはまだ途中ですからね。いや、じゃあまた制御していきます。すいません。いや、あのイベントもう一回見たくないっすね。スキップ機能がないっすか。あ、あれは急ごう。こいつはどうやら手当てをした方が良さそうね。その必要はない。大丈夫？あんたたちは遊撃士だな。今しがた結社の執行者どもがここを通っていったばかりだ。どうやら狙いはグランセル城にあるらしい。やはりその他の敵部隊は市街を制圧しているらしい。頼む、町と城を。エス。うん、兵士さんたちには悪いけど先を急がせてもらいましょう。会話できないですね。うわー、焼けてますね。絶対間に合わねえと思って。ひどい。
めちゃくちゃだわ。くそが。こいつらか。行くよ。これ毛がちょくちょく出てくる感じですか。とりあえずまずは狙っていきましょうか。みんな行くよ。どうよ。オッケー。これだ。ああ、惜しい、残った。いや、強いっすね、強いな。まあ、あとは行けるか。行くよ。どうし、行くぞ。どうしたっけ。どうせんだよ、くらいやがれ。なんでエステル。相手が悪い。どうしよう。こんな状況じゃ一体何をしたらいいのか。皆さん、エルナーさん、エルナーさん、いいところに来てくれました。女王陛下の要件で王都に来てくれたんですね、うん、はい。状況は現在、軍の守備隊が東街区と西街区で交戦中です。かなり厳しい状況ですが、今任せるしかないでしょう。されたんです。皆さんは城に向かった執行者たちを追ってください。でも市街の方はいいの。この付近の街路にいた人々はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が避難誘導をしているはずです。そうなんだ。だったら申し訳ないけど城の方に急がせてもらうわね。ええ、よろしくお願いします。そうだ、よければこれを使ってください。ありがたくいただきます。ルーンも、くれぐれも気をつけてください。オッケー、ちょっともう一回回復しましょう。いやー、何してるしか使えないですね。敵相手も無視ですね。ギル乗ってみましょう。人がいっぱいいるってことですかね。うん、クエストはないです。この付近にいた住民はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が先に避難誘導をしているはずです。皆さんは城に向かった執行者たちを追ってください。彼らの目的はおそらく、いや、よかったね。とりあえず兵士たち以外は兵士被害はなさそう。まあ、燃えてますけど。なんか十字路装備っぽいんですけど。これかな。あ、喫茶店のマスター。あ、いや、買い出しに来ていたら突然避難しろと言われましてね。こういう時こそ本でも読んで落ち着こうと思ったのですが。今でも十分落ち着いている気がするけど。おや、その本は確か今巷で流行っていると噂の賭博師ジャックですかな。揃ってるとかこの小説のこと。ええー、そうです。
共和国を舞台に描かれる数奇な運命を背負ったギャンブラーたちのドラマ。いやいや、以前から読みたいと思っていたんですよ。ジョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。私もはい、どうぞマスターにあげちゃうわ。おや、そんなつもりで話したのではないのですが。気にしないで、前に美味しいカレーとコーヒーをごちそうになったお礼ってことで。嬉しいことを言ってくれますね。そういうことなら遠慮なく受け取ることにします。絶対揃わないです。ありがとう。早速読んで気を落ち着かせてみますよ。そうだ、お礼と言ってはなんですが、これを差し上げましょう。ゼムリアストーンは何に使うの？これはまだ外交官をやってた頃、アルテリアで手に入れたものです。アルテリアって確か必要教会の本部があるところだっけ？ええー、そうです。遥か昔ゼムリアの時代に作り出されたという金属だそうですよ。ゼムリア時代に？確かに見たことのない金属だ。どこまで本当の話かわかりませんがね。ちなみにそれを加工する技術はすでに失われてしまったそうです。へえ、そう考えるとなんだかすごいものに見えてきたわ。大したものじゃありませんが、皆さんのお守りにでもしてください。うん、大事にさせてもらうわ。こっから先でこれを使う場面があるってことですかね。とりあえず持ってればいいんだと思うんですけど。どこにあるの？メイクシーンのやつじゃないですね。これか、これだ。よし、OK です。古い城のようだから人力でも開閉可能なのだろう。かなり大変ではあっただろう。ご苦労様といったところかしら。どうする？やっぱりバテルマテルを呼ぶ？おいおい、あんなデカブツ呼ばれたら俺たちが楽しめねえだろうが。ここは俺に任せとけ。どうするの？まあ見とけって。拳で壊すんですか？凄まじいなこいつ。わあ、すごいわ、バルタ。タイト流の奥義尊敬ね。相変わらず見事な技だ。大道芸みたいなもんさ。さて、もう一枚行くとするか。まさか縄文が。もう持たんか。クローディア助官長、急いで陛下を上級にお連れするがいい。おじさま、リュウナ、あなた、まさか公爵が残るの？私とてリベル王家の一員だ。その権威を侵そうとする者を黙って見過ごすことなどできぬ。まともなんです。ユリアがおらぬ今、
ここの式は任せてもらおう。まとめすぎだよ。グズグズするな。キャツラは陛下とそなたの身柄を奪おうとしているのだ。ちょっと王太女の身柄をな。今そなたが優先すべきは陛下とそなた自身を守ること。己の使命を全うするがよい、小娘。おじさま、わかりました。おばあさま、ヒルダさん、急いで女王宮に向かいましょう。ええ、わかりました。リューナ、くれぐれも無事で。神をも恐れぬ狼藉者、帰り討ちにしてご覧に入れよう。どうかゴブンもフィリップも、まあ、どうか気をつけてください。お気遣い痛み入ります。時間稼ぎにもならないと思います。フィリップさんが強いっていう体だったような気がするな。気になりますよね。閣下、お見事でした。このフィリップ、今この時この閣下にお使いしてよかったと思ったことありませんだぞ。大げさなやつめ。来た、執行者。来よったか。なんという危機。どうやら魔人の類のようですな。私が倒されたらどうか。構わずにお逃げください。何？うわー、すげえ飛べるんだ。すごいね。フィリップ殿。あら、おすめのおじさん。なんだてめえは。デュナン公爵閣下の執事にして元王室親衛隊大隊長。大隊長、マジか。フィリップ・ルナールと申します。大隊長なんだ。昔取った絹塚、どこまで通用するか分かりませんが、せめて人たちは浴びていただきますぞ。ほう。これは面白い。少しは楽しませてくれそうね。よし、行きましょう。これって、これは多分素手で破壊した跡だ。おそらく痩せ狼の絶傷品。マジかよ。シャレにならないわね。なんていうか強さの次元が違うんですけど。って監視してる場合じゃないわ。なんとか連中に追いつかないと。エッセル。おっと、うわー、なんか出てきたよ。こんなところで。ケビンとぶち壊そう。でかいっすね。いや、でかい、でかいわ。ちょっと待って。いやー、来たねー。いやー、この後ろを狙った方がいいような気がするんだけどな。先に一気に畳みかけるわよ。了解。これ弱いタイプか。あ、弱いタイプだこれ。あ、でももう一回攻撃できますね。もう一回攻撃できます。私の番ね。いや、一体しか行けない。一気に畳みかけるわよ。了解。そうよ。これでとどめろ。そこそこ当たるけど。いやー、CC じゃねえけど、ツモール C じゃねえけど、任せてんだよ。いやー、ちょっとこれ避けるか。避けましょうか。3人は避けますね。シラさんは無理だ。俺に任せろ。あたしの番ね。
外れた。これでいいです。ご表示です。雑談ナレーションも時期関係なしに発生しますので、冬なのに夏の話とかもあったりしたらすみません。そういうものです。私の番かしら？そこ！僕の番だね。必殺を使うしかないっす。つい！行くよ！一気に攻めつつ！これで終わりだ！俺に任せろ！そこだ！あたしの番ね！こいつはいけるか。こいつはいけそうっすね。さてと、とっておきを見せてあげる。とっておきっすからね。はっ、いくわよ。まだまだ。はぁー、めっちゃ強いんじゃん。4000、いいね。自爆だ。カエクもしていかないとまずいかなと。俺の番だな。いやあ、そっか、カエクがねえのか。いやー、不便ですね。もうエステルにやらせるしかねえじゃねえよ。そこだ！任せて！危険だな、危険すぎる。モンスターくらい耐えれそうな気がするけど。さあ、行くわよ。はっ！私の番かしら？あなたの運命、占ってあげるわ。いや、もうシーゼロは怖いな。使われちゃいますね。任せて。それとまずいです。じゃあとりあえず。アーチ、駆動。ちゃった。いや、そっちやねえよ、狙いたいの。くそ。バカやねえ。いやー、よかったよ。ブレーキキャノン。やばいっすね、シラさんがやべえ。行くよ！いや、もうみんなやばいっすけどね。使わざるを得ないっすね。はっ！任せて。一気に攻めつつ。はっ、これで終わりだ。よし、行った。オッケー。どうやら大丈夫。あ、オッケー、倒した。よかった。もう迷わない。僕は未来のために生きていく。連戦じゃないこと、とりあえず言いましょうか。時間がない。とにかく中に入ろう。うふ、とりあえず赤いかで聞いて。さすがに執行者戦にはならないと思うんですけどね。4体とか絶対無理ですからね。
いや、やっぱやられてるか。これって、まあ、そりゃそうなるよ、ね。王国軍切っての精鋭部隊までもかよ。フィリップさんどこ行ったんだろう。あ、フィリップさん。ジェラル様。止めなかったんだ。あ、公爵が倒れてる。フィリップさん、それに、ギュラン公爵も。もしかして、彼らを食い止めようとして。恥ずかしながら、ですが、年ですかな。さほど、時間は稼げませなんだ。公爵閣下のご様子は。大丈夫。当て身を食らっただけみたい。安心しました。陛下たちは上級に どうかお一緒にください。フィリップさん。大丈夫。気絶しただけだ。急ごう。クローゼたちが危ない。一番奥です。あれが女王級のようだ。つまり終点というわけね。たあいもねえ歯ごたえがあったのはあのジジイくらいじゃねえか。確かに、なかなかの達人だったわね。でも、レンたち4人相手に勝ち目があるわけないじゃない。おバカさんもいいところだわ。そういうものではない。誇り高き忠義とは彼のようなものを言うのだろう。それにデュナン公爵とやらも少々噂とは違っている。デュナン公爵。そうね、少なくとも宝刀者には見えなかったわ。すぐに気絶してしまったのはご愛嬌だったけれど。来たぞ。ユリア隊長がいてくれたら。弱音を吐くな。親衛隊の誇りを見せろ。さあ子供が。いや、重要キャラ誰もいないんだね。絶対無理じゃん。誰が一番早く女王様たちを捕まえられるか競争しない。ほう、それは面白い。乗ったぜ。では始めましょう。カシウスとか全然役に立たないですね。どうせ一番最後に出てくるんでしょうね。当然だよね。うん、こっちじゃない。こっちじゃない。上級へ急がなきゃ。あ、こっちじゃないっす。階段から。君たちか。ああ、過ぎたか。クローゼ、女王様。エステルさん、ヨシュアさん、皆さん、よく来てくださいましたね。さあ、間に合わなかったか。あんたたち、一体どういうつもりなの。クローゼたちを晴らしなさいよ。それはダメよ。だって教授に個人的に頼まれちゃったんですもの。教授に。個人的ということは復員計画には関係ないのか。そうみたいね。思っていた以上にみんなの元気がいいから、いろいろ試したくなったんです。元気がいいって。各地の通信を回復したそうじゃねえか。教授はそいつがお気に召さなかったみたいでな。てめえらがあがく姿がもっともっと見たいんだとよ。通信機能回復させた。
ふざけんじゃないわよ。そいないんです。そんなことのためにボートを襲わせたっていうの？再生リスト等にクリアと記載されている場合は今後不定期でプレイする可能性があります。完結と記載されている場合は今後プレイする予定はありません。ただ冬都市の制圧がレイベ一人に任せられてね、暇になったから引き受けさせてもらったの。ルシオラ姉さん、話はわかりました。ならば私一人を旅衆にすれば済むことでしょう。どうかクローディアは解放していただけませんか？いけません、おばあ様。囚われるならば私が。うん、確かに教授の注文はどちらか一人だったはず。さてさて、いかがしたものか。あら、確かあなたは姫殿下にご出身ではないの？確かに確かに。カゴの中の鳥にはいまいち魅力を感じなくてな。ま、囚われていてもなお輝く気品を見てみたい気もするが。あんたたち、いい加減にしなさいよね。そんなこと絶対にさせないんだから。笑わせるな。仮に人質がいなかったとしても、俺たち全員に勝てると思うのか？今度会った時には、まとめて殺してあげるって約束したわよね。ちょうどいい機会だし、ここで殺しちゃおうかしら。抑えて、エステル。彼らの言う通り、戦力差はどうしようもない。ここは、勝機を伺うしかない。でも無駄だヨシュア。あるいは君の怨霊ならば我らの隙をつけただろう。そうして姿を見せた状態では私たちの隙をつくのは不可能よ。いくら漆黒の牙でもね。そうだね。でも隙をつくのは僕がする必要もなさそうだ。何？うわあ、カシウスだ。出てきたね。いや、あ、違うか。みんなご苦労だったね。シュートチューサー。でか。そっちか。遅くなって申し訳ありませんでした。チューサーじゃダメだろうな。シードチューサー、よく来てくれました。ほう。牽制に連なるものか。欲しかったわね。あともうちょっとで。凛たちの隙が作れたのに。ああ、正直ショックだよ。まさか今の打ち込みが返されてしまうとはね。いいね。せっかくだから俺たちとこのまま遊んでいくかよ。いや、遠慮しとこう。自分はあくまでおとりに過ぎないからね。おとり。なに？さらに来る。まだユリアも来た。こっちが大佐だ、大佐、大佐が出てきたよ、このタイミングで。来たね。リシャール。おお、助かったっぽい。間に合ったか。あなたは。おいおい。嘘でしょ。リシャール大佐。久しぶりだ、エステル。だが今の私は階級を剥奪された服役中の黒人犯に過ぎる。大佐と呼ぶのはやめてくれたまえ。やめてくれたまえって。リシャール殿、お久しぶりですね。陛下と姫殿下も双剣僧で何よりです。すでに重傷から話を聞いておられるとは思いますが、どうか一時の間この逆賊にオンミラを守らせていただけますよ。もちろんです。よろしくお願いしますね。ありがたき幸せ。とはいえ2対4ですけど大丈夫かな。あの、こっちは6対4。もう何が何だか対4。僕たちが知らない間に事態が動いていたみたいだね。牽制を積む2人。そう、漆黒の牙と腕利きの遊撃士たちか。使
少し遊びすぎたかしら。こちらとしては助かったがね。ちなみに市外の方もすでに手は打たせてもらったよ。来た、カノーネ。カノーネが出てきた。これより人形兵器と両兵団の掃討を始める。市民の保護および正規軍の支援は最優先で行いなさい。イエスマル。なるほどね、特務兵だ。これはいい、これは強力ですね。特務兵がこっち側につくっての。倒せてもすごいね、特務兵強いっすね。さあ、ピースちゃんはこの二人を。ああ、人数が勝ってれば勝ってるんだ。もう、2人ですよ、今回。起きたけー。ああ、人数一匹勝ってますね。一人勝ってると勝てるってことです。おいおい、マジかよ。どうして特務兵がいきなり現れやがるんだ。しかも結社の手先を攻撃してるみたいだな。きっと反省して助けに来てくれたんですよ。こういうのってお名挽回って言うんでしたっけ。お名を挽回してどうする。それを言うならお名返上だろ。もうどうでもいい。せっかくカメラが使えるようになったんだ。約束の時間が来るまで撮って撮って撮りまくれ。あいあいさ。傭兵たちが押されてる。ああ、さすがだね。やるじゃない。さて、どうする。見喰らう蛇の諸君、この後に及んで我々とやり合うつもりはあるか。気に入らないわ。こうなったらパテルマテルを呼んで。やめたまえ、レン。我らは木を逃したので、これ以上こだわるのはいささか美しくなかろう。女王陛下と姫殿下の確保も可能ならばという条件よ。二人ともここは引きましょう。仕方ねえな。それでは諸君、我々はこれで失礼しよう。だが、次なる試練はすでに君たちの前に控えている。気を抜かぬようにしたまえ。次なる試練。何をそれ。すぐにわかるでしょう。それでは皆さん、ごきげんよう。またある冬年ぐらいだと思うんですけど、うん、これで両兵どもも市外から撤退を始めるだろう。深追いができないのが残念だが、まあ贅沢は言うまい。うん。で、それよりもどうして大佐がこんな場所にいるわけ。服役中なんじゃなかったの。だからもう大佐ではないんだが、まあ、とりあえず今はこの混乱を収めるのが先決だ。君たちも手伝ってくれないか。うん、それはもちろん。まずは消火と怪我人の手当てをする必要がありそうですね。こうして警視庁による王都侵攻作戦圧力も食い止められた。リステたちは軍の部隊と共に消火と混乱通信兵の保護に回り、そのうちに連絡を受けて駆けつけた他の仲間たちとも合流することができた。これで依頼達成ね。あ、いいっすね。いやー、上がんなかったー。くっそー。いやー、しょうがないっすね。
先ほど話に出たように、すべてはカシウス准将の指示でね、王都に危機が訪れることを前もって察知されていたのだ。だが動力兵器が主武装である正規軍では守りきれそうにない。そこで白兵戦の経験が豊富な特務兵の投入を決断されたわけだ。無論服役中の我々を投入するための名目は必要。そこで我々は王都へ護送中に今回の騒動に巻き込まれて、結果的に市街を守った形になる。なるほど。で、どう考えても無理があると思うんですけど。どうやら陛下たちはご存知だったようですね。ええ、この件に関してはカシウス殿と話し合いましたから、後々様々な批判を受けてしまうとは思いますが、国民の安全には変えられません。何よりもリシャール殿の愛国心を私は信じることにしました。もったいないお言葉。そっか、そういうことなら。そういえば私たちをお城に呼んだのはそのことと関係していたんですか？ええ、それもありますが、実はクローディアのことでお伝えしたいことがあったのです。え？クローゼの？はい、実は略式ではありますが、今朝立体女の儀を済ませました。うん、今の私はリベール王国の次期女王という身分になります。仲間にならなそうっすね、クローゼの感じ。え？よく決心したね。クローゼとオリビエの代わりがいてくれればいいんですけど。ただのわがままなんです。エステルさん、ユシアさん、それから他の皆さんも学園のみんなを助けてくださったそうですね。本当にありがとうございました。あ、うん、でも協力したのは私たちだけじゃないわ。アネラスさんたちやジークも助けてくれたしね。そうみたいですね。事件のことを知ったとき、私は自分に何ができるのかを真剣に考えさせられました。大切な人たちを守るために自分が何を果たせるのかを。それが王位を継ぐことだったんだね。はい、未熟な私には王国すべてを背負える力も自信もありません。それでも私が王位を継ぐことで大切な人たちを守れるなら、そしてそのことが結果的に王国を守ることにつながるなら、そう思い立ったんです。そっか、クローゼおめでとう。とうとう自分の道を見つけることができたんだね。エステルさん、ありがとう。でもまだまだ未熟ですし、自分に何ができるのかもわかりません。困った時には力をお借りしてもいいですか？そんなの当たり前じゃない。第一、未熟なのは私たちも同じなんだし。君が今まで僕たちを助けてくれたのと同じように、必要な時はいつでも力になるよ。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとう。自分の愚かさが今更ながらに応えるな。未来を担う若者たちの可能性に気づくこともなく、あんなことをしでかしたのだから。リシャールさん。何を言っているのです。あなただって未来を担う若者のうちに入るでしょうに。陛下、ご冗談を。申し上げます。ん、来たね、さっき言ってたやつ。どうした、市外で何かあったのか？いえ、そちらの方はなんとか収拾がつきました。両兵たちもことごとく王都から撤退した模様です。うん、ならばどうした？先ほどハーケンモンと連絡が取れたのですが、国境近くに帝国軍の軍勢が集結し始めているのだそうです。帝国、やはり来たか。軍勢というのはどの程度の規模なのですか？現時点で集結しているのは一個師団程度のようですが、どうやらその中に戦車部隊が存在するらしく。戦車、なんだと。ちょっと待て、動力停止現象の中で
どうして戦車が動かせる、うん、まさか結社と同じ技術を使っているの。いえ、どうやら動力機構を搭載していないタイプのようです。なるほど。観察した限りでは蒸気機関で動いているとか。蒸気機関、内燃機関よりも原始的な蒸気の力を使う発動機だけど、帝国の技術、オーブメントの普及とともにすぐに廃れちゃった発明なの。そんなもので動く戦車などどの国も保有しているはずがない。動力戦車と比較するとあまりに経済効率が悪いからな。ならば答えは一つ、秘密裏に帝国内で製造されていたわけですな。それってこの事態を見越していたということか、うん、では結社の連中が言っていた次なる試練というのは。ええ、おそらくこのことだと思います。そして彼らは今度の事件で王都を人質に取ってしまった。その気になればいつでも王都を狙える、そういう意図もあったわけか。加えてもう一つ、おそらく父はあなたの存在を隠し札として考えていたはずです。緊急事態が発生した時に自分の代わりに派遣できるとっておきのジョーカーとしてですが、そのカードはすでに切られてしまいました。見食らう蛇、そこまで狙っていたのか。おばあさま、どうか私を派遣門に行かせてください。え？クローゼ、ここで動かなかったら私たちを逃がすために負傷したおじさまたちに申し訳が立ちません。必ずやおばあさまの代理として帝国軍との交渉を成し遂げてみます。交渉か、わかりました。不戦条約が締結されたとはいえ、王国と帝国の間の天秤は未だ不安定と言えるでしょう。今回の事件はさらに大きな揺り戻しにつながりかねません。その天秤のバランス取り、どうかよろしく頼みましたよ。はい。お互い見くわせようかな。あの、だったら私たちも一緒に付き合ってもいいですか。いや、絡んでんですかね、帝国なんで。え、王太女殿下を、派遣門まで無事送り届けさせていただきます。それと万が一戦争が起こりそうになったらできるだけの協力はしてるぜ。無論ギルドの規約により戦争には協力できませんが、中立的な立場からの仲裁ならいくらでもさせてもらいましょう。皆さん願ってもないことです。どうかよろしくお願いします。はい、どうかお任せください。エステル君、ヨシア君、結社の動きに関しては我々に任せておいてくれたまえ。たとえあの巨大人形が王都に現れても対処できるよう万全の体制を整えておくつもりだ。二人ともよろしくお願いします。クローゼ護衛しながら一応ハーケモンね、ちょっと、いやー、まさかこのタイミングで帝国が攻めてくるってすごい展開ですね。まずしかも新キャラが出てきてるな。説明してもらおうか。ゼクス・ヴァンダール中将、なぜこのような場所に帝国軍の師団がやってくる。締結されたばかりの不戦条約、よもや忘れたとは言わさんぞ。モルガン将軍、説明していただきたいのはむしろこちらの方です。何？先日より帝国南部の町で動力機が働かなくなるという異常現象が続いている状態です。そしてそれは謎の巨大構造物が帰国の古城に現れてからという確かな報告が届けられています。これは一体どういうことですか？
どういうことも何も、今お主が言った通りだ。我々も突然現れた災厄に混乱しきっている状態にある。どうやらそのようですな。そしてその災厄が帝国領土を犯しているのも事実ならば、我々がここにいる理由も理解していただけると思うのですが、お主ら我らの弱みにつけ込むつもりが。そのつもりはないと一応言っておきましょう。異常現象に乗じて怪しげな犯罪組織が王国内で跋扈しているとも聞いています。不戦条約を結んだ同盟国としてなんとか力になれないか。帝国政府としてはそのような意向のようです。味方になってたわごとならばその戦車は何だ。蒸気によって動く戦車などわしは今まで聞いたことがない。どうしてそんな代物をこの状況で都合よく連れてきた。それは軍事機密と申し上げておく。だがこの戦車があればこそ市民たちの不安も和らげられるし、帰国の窮状を救うことも叶いましょう。どうかご理解いただけませんか。お気遣いとても嬉しく思います。な、姫様、どうしてここに。モルガン将軍、ご苦労様です。どうかこの場の交渉は私に任せていただけませんか。ですが、それにどうしてお主らまでいるのだ。一応クローゼの護衛なの。それと、いざという時には仲裁をさせてもらうつもりです。未熟な私に交渉役は務まらないかもしれませんが、ですが王太女としての務めを果たすべき時だと思うのです。どうかお願いします。わかり申した。ですがいつ牙を向くかわからぬ軍勢の前です。いざという時はすぐに門に逃れる準備をしてください。わかりました。どうやら交渉相手が変わったようですが、見ればやんごとなき身分のお方とお見受けいたすが。お初にお目にかかります。私の名はクローディア・フォン・アウスレーツェ、リベール女王アリシアの孫娘にして先日次期女王に指名されたものです。これは失礼いたした。自分の名はゼツ・ヴァンダール、エレボニア帝国軍第三師団を任されているものです。あなたがご有名は耳にしております。あのおじさん有名なの。赤眼のゼクス、帝国でも五本の指に入る名称だ。しかし以前殿下のお姿を写真で拝見したことがあるのですが、おぐしをお切りになられたのですが。恥ずかしながら立体女の儀を済ませたばかりの身、身に余る重責に立ち向かうための小娘の決意の表れとお考えください。いや、しかしそのお姿もとてもよく似合ってらっしゃる。改めて王太女殿下におかれましては誠におめでとうございます。ありがとうございます、中将。して王太女殿下がどうしてこのような場所に。モルガン将軍と同じように我々に抗議するおつもりですか。いえ、そのつもりはありません。帝国南部の方々もさぞかし不安な思いをなされていることでしょう。夜の闇、寒さ、情報の途絶、どれも不安をかきたてるのに十分すぎる出来事でしょうから。ですが考えていただきたいのです。このまま帰国の軍隊が我が国に入ってきた場合の問題を。ただでさえ帰国以上に全土が混乱しきっている状況です。そこに隊はないとはいえ動揺する市民は少なくないはず。
帰国の善意が誤解されてしまうのは私あまりにも忍びないのです。ですが目下私たちはこの異常現象を解決する方法を最優先で模索しております。また九段の犯罪組織についても自力で対処できている状況です。不戦条約によって培われた友情に無用な亀裂を入れないためにもどうか私たちにしばしの時間をいただけないでしょうか。残念だがそれはそちらの事情でしかない。オリビエ来たね来た来た。いや敵としてきやがったよおうじとここは私が引き受けよう。下がっていたまえ中将。はっ、えまさか冗談だろう。お初にお目にかかる。クローディア姫殿下、エレボニア皇帝、リューゲントが一子、オリバルト・ライゼ・アルノールという。皇帝の一子って王子様ってこと？知らねえ、知ってたの？知るわけないじゃない。てっきり帝国から派遣された諜報員だと思ってたわよ。オリバルト王子、名前だけは存じていましたが。王子とは言ってもしがなき諸子でしかないのでね、公式の場に出ることも少ないから顔を知らなくても不思議はない。しかしよく知ってる。そうは言っても少しばかりショックではあるな。縁がなかったとはいえかつての縁談相手の顔くらいご存知かと思ったのだがね。縁談相手縁談相手か。そうか、大佐が進めていた話か。はいはい、そうでしたか。存じなかったこととはいえ本当に申し訳ありません。まあ女王陛下の預かり知らぬところで進められていた話だとは聞いている。そのことは別に気にしていないが、だが今回の事態は見過ごせないな。クローディア姫、今帝国本土でどのような噂が囁かれているかご存知かな。いえ、過分にして。ならば教えてあげよう。彼方に見えるあの巨大構造物、あれが王国軍の新兵器という噂だ。リベール軍が動力を止めてしまう画期的な新兵器を実用化したそうだ。彼らはそれを使って10年前の復讐を企てているらしい。こんな噂がまことしやかに流れているのだよ。そんな誤解です。私たちはそんな。ならば誤解であることを証明できるかね。できないのであればこちらもそれなりの対応をさせてもらうしかないわけだ。それどころか噂の通りならば不戦条約を隠れ蓑のにした重大な背信とすら言えるだろう。正当防衛もやむを得ないと思わないかね。いい加減にしなさいよ。エステル、お姉ちゃん、さっきから聞いてれば勝手なことをペラペラと。オリビエだってこっちの事情は大体分かってるんでしょ。どうしてそんな意地悪なことばかり言うわけ。エステルさん。おや、なんだね君は。私のことを知っているようだがどこかのパーティーで会ったかな。しらじらしいっすね。いや、貴族にしてはいささか品位に欠けるな。うん、どこからどう見ても庶民の娘でしかなさそうだ。で、何者なのだね。上等じゃない。あくまで白を切るわけね。そっちがそのつもりなら私だって考えがあるわよ。ほう。私の名前はエステル・ブライト。リベール遊撃士協会に所属する B 級遊撃士よ。あくまで中立の立場からこの問題に介入させてもらうわ。エステルさん。なるほど、遊撃士だったのか。うん、 B 級ということはかなりのベテランのはずだが、
信用できないとでも。いやいや、これは失敬。それで中立の立場からというが、この状況で何をするつもりかね。あの浮遊都市がリベールの兵器じゃないことをここではっきりと宣言するわ。支える固定の紋章にかけて。ほう、大きく出たものだ。確かに遊撃士協会の発言には無視できぬ影響力があるが、果たしてその宣言にどれだけの根拠があるのかね。根拠も何も、私たちがこの目で見てきたことだもの。浮遊都市を出現させたのは、今もリベールで暗躍しているミクラウヘビという結社よ。私たちは王国軍と協力して彼らの陰謀を止めるため戦ってきた。なんだったら詳細な報告書を帝国政府に提出したっていいわ。うん、そのように言われては少々考えざるを得ないが、どうやら肝心なことが抜け落ちているのではないかな。え、仮にその結社とやらが犯人であったとして、この異常現象を止める方法が果たして君たちにあるのかね。それはないのであれば、我々としても手をこまねいているつもりはない。幸い蒸気戦車に搭載しているのは火薬式の大砲でね、あの浮遊都市を落とすにはもってこいだとは思わないかね。冗談でしょ。なるほどね。大砲なんかで、あの巨大な都市を落とせるはずないじゃない。やってみなくては分かるまい。いずれにせよ、一つ確実に言えることがある。君たちには我々の善意と正義を退けるだけの根拠も実力もないということだ。ならば証明すればよろしいのですね。ほう。この状況にあって、あの浮遊都市を何とかする可能性を提示できれば、私たちにしばしの猶予をいただけるのですね。正義感かを気由来してんのかな、うん、そうだな。一時的ではあるが、そうせざるを得ないだろう。王妃。落ち着け、中将。不戦条約を結んだ相手に当然の礼儀というものだろう。それに証明できればだ。はっ。それでは君たちが可能性を提示できたら、一時的に撤退することを約束しよう。黄金の軍馬の紋章と皇族たる私の名にかけてね。その言葉しかと聞きましたぞ。どう今の声はひょっとして。ああ、間違いない。おいおい、マジかよ父さん。カシウス。アルセイ。これが現時点で我々が提示できる可能性です。どうぞじっくりとご覧あれ。父さん。カシウス・ブライト。ゼクス少将、久しぶりですが。おっと、今では中将でしたか。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなところに。それよりもその船は何なのだ。どうしてこの状況で空を飛ぶことができる。それは国家機密と申し上げておきましょう。被告がどうして蒸気戦車を保有しているのかと同じようにね。これが噂のアルセイユか。そして機構がかの有名なカシウス・ブライト准将なのか。お初にお目にかかります、殿下。何やらどこかでお会いしたことがあるような気もいたしますが。奇遇だな、准将。私もちょうど同じことを感じていたところでね。それはそれは。まったく。王子。王子。クローディア姫、エステル君、私も誇り高きエレボニア皇族だ。先ほどの約束は守らせてもらおう。すぐにでもこの付近から
帝国軍の全部隊を撤退させる。オリビエ、感謝いたします。いやもうこれしかし読んでたんですかね。そうだな、可能性を示されただけでは我が帝国市民も納得すまい。ここは一つ私自身がアルセイユに乗せてもらって視察するというのはどうだろう。オリビエ復帰じゃねえ。王子、オリビエ復帰だわ。王子自らの視察とあらば帝国政府も納得しましょう。いや、うまくいかがです、クローディア殿下。もちろん願ってもないことです。リベールとエレボニアの友情もさらに固く結ばれることでしょう。歓迎いたします、オリバルト王子殿下。王子、一体どういうおつもりか。久々に顔をお見せになったかと思えばこのような猿芝居を。やっぱりバレちゃった。当たり前です。よもや王子がリベールでこのようなことを企んでいたとは。見ろ、お前がついていながら何事だ。お言葉ですがおじゅう、この男が俺の言うことなど素直に聞くとお思いですか。確かに。それに俺も少々納得ができないことがある。ハーメルの悲劇、今度の一件で初めて知りました。やはりご存知でしたか。先生があの事件を知らないはずがないだろ。当時からすでに軍の重鎮だったのだからね。いやいや先生、あなたを責めるつもりはないよ。一部の主戦派が企てただけで、先生たちは一切関与していなかったという話だからね。あまりにひどいスキャンダルゆえ徹底的に行われた情報規制、賛成はしかねるが納得はできる。臭いものには蓋を、女神には祈りを、国民には国家の正義をというわけだ。だが同じような欺瞞を繰り返すことは許さない。先生、あなたも本当は気づいているはずだ。唐突すぎる蒸気戦車の導入、そして不自然極まるタイミングでの出動命令、全ては鉄血宰相ギリアス・オズボーンの描いた絵であることを。今回のことで確信したよ。彼は間違いなく見喰らう蛇と通じている。そのことが帝国にとってどのような影響をもたらすかは何とも言えないが、いずれにせよ一国の宰相にふさわしい振る舞いではあるまい。王子、まさかあなたは。そのまさかだ。10年前に頭角を現して帝国政府の中心人物となった軍部出身の政治家、帝国全土に鉄道網を敷き、いくつもの自治州を武力併合した冷血にして大胆不敵な改革者、帝国に救うあの怪物を僕は退治することに決めた。今度の一件はその宣戦布告というわけだ。なんということを。王子、それがどれほど困難を伴うことであるのか理解しておいでなのか。それはもちろん、政府はもちろん、軍の7割が彼の傘下にあると言っていい。先生みたいな中立派を除けば反対勢力は衰え始めた諸侯のみ。さらに立ちが悪いことに父上の信頼も厚いときている。まさに怪物と言うべき人物さ。ならばなぜ。決まっている、彼のやり方が美しくないからさ。リベールを旅していて僕はその確信を強くした。人は、国は、その気になればいくらでも誇り高くあれる。そして僕の祖国と同胞にも同じように誇り高くあってほしい、うん、できれば先生にもその理想に協力してほしいんだ。王子、大きくなられましたな。男子三日合わざれば刮目してみようとも言うからね。ましてや先生に武術と兵法を教わっていた時から7年も過ぎた。少しは成長したということさ。そうですな。撤退に関しては了解しました。ただし我が第三師団はあくまで先駆けでしかありませぬ。すでに帝都では
最小閣下によって10個師団が集結しつつあります。今日を入れて3日、それ以上の猶予はありますまい。ああ、心得た。未来どうにかしろと。お前も王子について行け。危なくなったら首根っこを掴んででも連れて帰るのだぞ。ええ、元よりそのつもりです。全軍撤退。これより第三師団はパルムシ郊外まで移動する。イエス、サー。やれやれ、これで少しばかり時間は稼げたか。それにしても本当、僕って信用ないんだね。当たり前だ、アホ。正直ここまで大げさにやらかすとは思わなかったぞ。どうせやるなら派手な方がいいしね。それに君だって律儀に準備を進めてくれただろ。いわば甘い蜜を吸い合った相思相愛の共犯者というわけだ。おぞましいことを言うな。オリビエ、やあエステル君、ご苦労様だったね。ご苦労様じゃないわよ。一体何がどうなってるわけ。どうしてもこうしても、まあ見た通りのまんまさ。帝国内で怪しげな陰謀が進行していたものだからね。ちょっと一芝居を打って出花をくじいてやったわけだ。一芝居ってあんたね。敵を欺くためにはまず味方からというからね。君たちとの本気の交渉を経て、あのタイミングでアルセイユが来る。これが今回僕とカシウスさんが考え出したシナリオだったのさ。そこまで、やっぱりカシウスも組んでたんだ。そうだと思いましたよ。組んでたんだ。ま、そういうことだ。父さん。そう怖い顔をするな。動力通信で聞いていたが、なかなかの交渉ぶりだったぞ。おかげでアルセイユの登場が効果的に演出できたからな。動力通信で聞いてたって、まさかあのアーティファクトで。おっとシェラ君、それは言わないでくれたまえ。彼に聞かれると少しばかり面倒だからね。何をしらじらしい。今さら隠したって遅いですわ。警備も来てる。全員勢ぞろいですね。ユリアさんも来た。ケビンさん、おじいちゃん、ユリアさんも。殿下、オートでの襲撃は聞きました。本当にご無事でよかった。これ戦闘に参加した人は全員来るって言われるかね。いやぁ、アルセイユの改造がもっと早く終わればオートの危機にも駆けつけられたんじゃが、思っていた以上に時間がかかってしまっての。じゃが、みんな無事でよかったわい。それよ、どうしてアルセイユが空を飛んでやがるんだよ。ひょっとしてゼロリキバ8世紀の大型版なの。うん、その通りじゃ。お前さんたちに渡したのは大型版を開発するために試作したプロトタイプでな。今までアルセインに閉じこもってようやく完成にこぎつけたんじゃ。そうだったんですか。要するに何もかもが父さんの差し金だったわけね。人聞きの悪いことを言うな。俺はただみんなが動きやすいようにお膳立てをしただけに過ぎんさ。お前たちも自分自身の意思で今まで行動してきたんだろ。それはそうだけど、そういえばケビンさんがどうしてここにいるわけ。ああ、ぶっちゃけ大聖堂に騎士団本部からの連絡が届いてな。輝く輪がどういうものでどうすれば最悪を抑えられるか大体のところが分かってきたんや。それをカシウスさんに話したらこんなところまで付き合わされてな。え、輝く輪の正体ですか。ああ、輝く輪っちゅうのはあの浮遊都市そのものやない。都市全体に動力を行き届かせてコントロールする古代物らしい。そしてその端末があのゴスペルだったわけや。都市を管理する古代物で、どうしてそんなものが
動力停止現象？これは推測やけど、和は外界に存在する異物を排除する働きを備えてるらしい。この場合異物っちゅうんは現代に作られた新たな動力機、すなわちオーブメントってことや。影響範囲内にある異物をことごとく無力化する、いわば防衛機構といったところか。その可能性は高いじゃろ。そしてそれが本当なら一筋の光明が見えてくる。あの巨大さゆえ都市そのものをどうにかするのは困難じゃが、都市のどこかにあるという和の本体さえ発見できれば対策の立てようもあるはずじゃ。なるほど、そういうことですか。確かに巧妙かも。うん、いい感じで最終目的が定まってきたようじゃないか。それでは早速アルセイユであの浮遊都市を目指すわけだね。それを決めるのはアルセイユを所有するリベール王家になりますな、姫殿下。どうかご決断を。わかりました。これよりアルセイユはバレリア古城に現れた古代の浮遊都市へと向かいます。ユリア隊員、発進の準備を。了解しました。そして遊撃士の皆さん、どうか窮地にあるリベールに皆さんの力をお貸しください。おそらくこの件に関しては最後の依頼になると思います。いや、すごいパーティーだこれ。ね、まあ、答えは決まっているようなもんだが。ここは一つ代表者に答えてもらうとしようか。ん？代表者？代表者、エステル。あのな、エステル、お前のことに決まってるだろ。え？何を面食らってるんだか。確かに、それぞれ個人的な因縁は持っているけれど、でも、なんだかんだ言って、私たちはみんなあんたの旅に付き合わされたようなものよ。その意味ではエステル、お前さんは間違いなく俺たちのリーダーってわけさ。やれやれ、まだ荷が重いんじゃないか。そんなことはないよ。どんな時もエステルは前向きに、決して希望を諦めずにいてくれた。その輝きはどんな時でも僕たちを導いてくれた。だからエステルじゃなきゃダメなんだ。ちょっとヨシュア。お姉ちゃん真っ赤だよ。ああもう分かったわよ。クローゼの依頼慎んで受けさせてもらうわ。必ずやあの浮遊都市にある輝く輪を見つけ出してこの事態を解決してみせるから。よろしくお願いしますね。やれやれ、なんとか話がまとまったか。これで俺もようやく司令部に戻ることができる。父さん、やっぱりついてきてくれないんだ。ああ、悪いな。一時的に撤退したとはいえ、帝国軍の脅威は無視できん。ハーケモンだけではなく、海からの侵攻の可能性もあり得る。もちろん、オートで起こった結社の襲撃も予想できるだろう。この状況で王国軍を留守にするわけにはいかんのだ。うん、わかってる。私は私で頑張ってくる。ヨシアと、それからみんなと一緒にね。だから父さんも、倒れない程度に頑張ってね。ああ。任せておけ。よしは、お前にはこれを渡しておこう。え？よし、いつの手紙を手渡した。これは？ま、ちょっとした親心さ。男と男の話だから、エステルには刺激が強すぎるかな。何よそれ。わかった。後で読ませてもらうよ。ああ、そうするといい。まったくもう、男っていうのはこれだから。まあそうすねるな。すべてのケリがついたら、俺も休暇を取るつもりだ。その時は久しぶりに家でのんびりと過ごすとしよう。その時はエステル、またあのオムライスを作ってくれ。あ、うん、任せといて。
ムライスどころか今はかなりの料理のレシピを持ってますから。料理の達人と言っても過言ではないですよね。いいのかカシウス、そんなに心配ならば行ってもよかったのだぞ。いや、いいんです。例のワイスマンという男、持っていた以上に危険極まりない。私が同行していた場合、おそらく手段を選ばないでしょう。確実に抹殺してくるか、うん、やれやれ。お前も随分変われたものだ。まったく、えらい迷惑ですよ。ですが、逆にそこにつけ入る隙が出てくるでしょう。虚実入り混じった読み合いか。鉄血宰相の方はどうだ。あちらもあちらで厄介な個人ですが、まあこちらがこれ以上隙を見せなければ大丈夫でしょう。うん、そうか。すべてはアルセイユの一行にかかっているというわけだな。うん、ええ、レナ、それに空の女神よ、あの子たちの足元をどうか照らし出してくれ。この大いなる空の下、自らの道を見つけられるように。あ、終わった。いや、終わりましたね、ついに。いやー、もうこっから先次回にしましょうか。いや、めちゃくちゃ長かったわ。めちゃくちゃ長かったっすね。うん。というわけで、今回はこだわりたいと思います。次回は、まあ、終章に入るでしょうね。終章に入ると思うんで、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。よろしければ